やりよったな。タイムトロフィーじゃ。カラーダイヤじゃ。いいことがあるぞよ。鍵を手に入れたか。さすがじゃ。よかったの。カップを獲得じゃ。見事じゃな。CTR メダルを手に入れたぞよ。よかったの。最初のカスタマイズアイテムを手に入れたぞよ。これがあればキャラクターやカートの見た目を変えられるポーズメニューから試すのじゃ。 まだボスの鍵が4つ揃ってないようじゃなボスを全員打ちまかしこの扉の鍵を手に入れればオキサイドとレースできるぞよそっちじゃないこのコースは入れんぞまずは必要な数だけ優勝カップを集めてくることじゃ優勝カップは出場できるレースで1位を取れば手に入る制限時間内に全てのパワーストーンをゲットじゃ成功すれば いいことあるぞよ扉を開けるにはこのエリアにある4つのコース全部で1位になるのじゃきっついカーブを曲がったり方向転換したい場合はハンドルを切ったままブレーキボタンのブレーキングドリフトでくるっと小回りじゃコースにある CTR の3文字を集め1着になれば CTR メダルがもらえる余裕があったら試してみるといいじゃろ この扉はボスが持つ鍵二つで開く。各エリアの四つのコースをクリアしてボスに挑むのじゃ。見事ボスをぶっちぎり、鍵を手に入れてみここがアドベンチャーエリアじゃ。このエリアではあちこちを旅しながら運転の練習ができるぞよ。マップに出る点や星のマークはコースの入り口じゃ。ピカピカしていればそこのレースに出られるということじゃな。 準備ができたらぐるぐる渦を巻く光の柱に入るぞよワープ床でスタートラインにひとっ飛びじゃ1位になれば優勝カップをゲットじゃぞ優勝カップを集めれば他のコースにも行けるでは頑張るのじゃよカラダイヤチャレンジをするには同じ色の CTR メダルを4つ集めるのじゃ4つのコースの総合ポイントで勝者が決まるぞよ ドリフトボタンで大ジャンプすると着地と同時にバヒョンとターボがかかるこれがジャンプターボじゃジャンプ直前にドリフトボタンをタイミングよく押すのが大ジャンプ成功の秘訣じゃぞこのスクリーンでセーブとロードができるぞよこうしたスクリーンは各セクションに1つ全部で5つ存在しておるセーブやロードがしたくなったらこのモニターの前で止まるのじゃわかったかな マップに出る点や星のマークはコースの入り口じゃピカピカしておればそこのレースに出られるぞよよくやったじゃが油断は禁物4つの新しいコースが現れるのじゃお達者でこの扉を開けるにはボスが持っている鍵が必要じゃ各エリアの4つのコースをクリアしてボスに挑むのじゃ勝てば鍵が手に入るじゃろ ズバリ速さの決め手はドリフトじゃカーブを曲がるときパワースライドボタンをおしっぱにしてみタイムストップ箱を壊して最速のタイムを目指すのじゃあの箱を壊すと少し時間が止まるからのその隙にゴールしてタイムトロフィーをゲットじゃこのコースはタイムアタックのトロフィーを集めると走れるのじゃ運悪く爆弾箱をかぶったら 左右のドリフトボタンを連打じゃ何度もジャンプしてドカーンと爆発する前に箱を振り落とさんとのうクワバラクワバラドリフト中にマフラーから出る煙が黒くなったらパワースライドボタンでターボターバーターベスト <laughs> タイミングが遅れるとバックファイアしてしまうから気をつけるのじゃぞ。 マップに渦を巻く光の柱があるじゃろうレースに出るときはそこに入るのじゃさすればスタートラインにひとっとみ1位でゴールすると優勝カップが手に入るぞよ優勝カップを集めれば他のコースも解除される健闘を祈っておりりんごを集めるたびにカートが少しずつ速くなるぞ10個集めればパワーアップして持っているアイテムも強力になる頑張って集めるが良いぞ